日土地名古屋ビルは、愛知県名古屋市中区境2-1の一にある、超高層ビルである。伏見通と、広小路通が交差する広小路、伏見交差点南東角にあり、名古屋市営地下鉄東山線、鶴舞線伏見駅と直結する部分に、ピロティが広がっているため、ここを目印に待ち合わせ場所としての利用も多い。地下鉄駅と直結する地下1階フロアには、 飲食店街があるほか、ピロティが広がる低層階には店舗やギャラリーなどが入居している。以前は最上階に展望レストランマテンド大飯店が入っていたが、現在は撤退している。また、多目的ホールのクリスタルホールがあったが、こちらも撤退し、現在は女性専用健康診断施設、エルズメディケア名古屋が入居している。西側伏見通り側に、 一般営業の立体駐車場があり、8時から21時まで30分210円で利用できるが、テナント契約者優先のため満車になると一般利用はできない。また、上限料金がないことと、上期営業時間外は係員が不在で出庫できなくなるため注意が必要。名古屋市営地下鉄東山線と鶴舞線が乗り入れる伏見駅に直結する大型のオフィスビルとして、 リクルートなど大手企業がオフィスを構えている。ありがとうございます。